あ、ボリューム切ってねえよ。ボリューム切るか。はい、じゃあちょっと更新します。はい、じゃあ行きましょう。落ち武者です。ここは山梨県新富士市。あ、いてて、ぎっぷりした。新富士跡、この階段が強烈。ここ落ち武者が出るって。じゃあ行きますか、ね、すごいよね。行きますか。もうやってるし。痛い、めっちゃ痛かった。この階段がね、もうちょっとね、なんていうの、ギリギリなんだよね。収まんない。そう、なんていうの、もうちょっと綺麗に作ってってって思わない、うん、思うんだよね。これなんかすごい、ね、エビツだよね。エビツだから疲れるんだよね。なんかどっかから持ってきたような石で見てこれねえ、分かった、これきついよ。こっち行くと乙女坂だから、ゆっくり上がれるんだね。そう、こっち側の方が多分ね、きつくないんだよ、ね、ここで出るんでしょ。そう、ここが出るらしい。行くらしい。ゆっくり行こう。これ乙女坂行ってね、しょ、あ、さつみさんいらっしゃい、よかったらね、降りてこよう、うん、いや、帰りこっち側が降りんですよ。な、階段降りてくる。はい、皆さん、これですよ。この階段に武士が出るというところ。で、座って、腰手。ただいま一人でございます。向こう側ね。腰が痛いから途中までしか行かないですけど、階段の方が早いんだよ。全部大丈夫だよ。階段の方が早いよ。ちなみに知ってた？階段の方が早いの。皆さんもうダメ？半端じゃないよこれ。うん？だから言ったじゃないですか、半端じゃないって。ゆっくり登ればいいんですよ。階段の方が楽だって。ゆっくり行けの。あ、疲れた。無事だよね、そうだね、うん、廃墟はね、ダメなの、通報されちゃうから。ここまで人が来るとね、もう通報されちゃってるんでね、できないですよ、放送が。だからもう放送なしで行かないと。はあ、疲れた。ピンボケだ。先見えないでしょ。多分ね、俺の方が早く行けちゃうと思うけど行くとしたらね、まあゆっくり行きます。あれ、どうしたんですか。ナイトスーツで行こうかな。ちょっと腰が悪くてね、やばいでしょ。
なんかもう抜いちゃったけどね。もう俺の方が多分早いと思う。やばいでしょ。疲れるね。こんな感じ。あれ追いついちゃいましたよ。気のせいですか、うん、だってゆっくりしたもん。疲れんなこれ階段も、うん、まず水分補給だ。ここでもうでもゴールですよ、うん、あれ小島川で行くんでしょ。いやなんで小島川で行くんでしょ。絶対階段は楽だよ、うん、行く本当ですか。うん、999、はあ、はあ、殿様気分だ、はあ、疲れた、笑い事じゃない。じゃあ行きますか。なんか獣臭い。獣臭いいますよ。雲が熊が、熊がうわっ、何きついだよね。きつい。足の踏み場が見えましたか。いや、裏無理。疲れるね、足がね。パンパンになりますね。疲れるよ、ゆっくりから。ああ、疲れた。腰がね、やっぱくるわ。もう着いたけどね。おーちゃん。お墓が見えた。疲れました。不気味でしょ。神父上司です。くたくた。上がっちゃったよ俺も。明日は休みだからなんとかね。動けなくなっちゃうかも。ユシブさん来ないよ。寄付したんだね。どっかにお墓あったんだな。そっちだっけな。お墓があったんだね。木か。あったね。雰囲気あるでしょう。何系か分かんないね。神社は竹だけじゃないですか。竹だけだから。これは神父城。こうなってたみたいね、昔はね。こうなってたみたいですよ、うん、本丸があった上にね、二の丸、馬出しとかね、あったみたいです。
裏面に説明があるけど、石がね、天正15年ですね。ほら、お墓があるみたい。でかいでしょ。そう、城址になるんですね。はい、おやすみなさいね。シエさん、おやすみなさい。またお願いします。充電が減ってきたな。ほら、お墓見えました。一人です。おいで。風が出てきたね。20部署の方です。ねえ、見たい？ねえ、今か。まだ虫寄ってくる。あ、まだ落ちちゃった。なんで？また落ちちゃったよ。あ、おやすみなさいとかね。はい、ひろきさん、おやすみなさい。またボタン押しちゃった。あ、行けて。なんでボタン押すんだろうな。どこ、ここ神父城址ってとこでね、ここお墓なんだけど。涼しいね。山梨県心霊スポットです。はい、いらっしゃい。また押しちゃったボタン売れちゃうんだよね、どうしてもね。沸かす。うん、ファン押されたのかな。あ、いて、腰が痛。出ちゃうんだよな、ボタンがね。じゃあ、ムータの一人にしようか。じゃあ、下ゆっくり降りてるから。そうそう、新田崎だっけ。そうそう、そこだね、今ね。僕は落ちます。お休みです。はい、お休みなさい。どうもね、遅くまでありがとうございました。僕も落ちます。ガガメ、寄るな。鳥居があったね。いで、ドスンドスンだって。いたたたたた。結局来ちゃったよ。結局来ちゃった。
無理しないでよ。はい、何があれ、おいなりさん、おいなりさん、あ、また落ちちゃったよ。なんで触ってんの。また落としちゃったよ。ごめんなさい、また落とし触っちゃったよ。もう草に追われちゃってるじゃんね。いてていてて、いや、これやばいな、腰にくるな。ちょっと、あの、蓋かないとこ。触れちゃうんだよね、なんか、なんか押しちゃうんだよね、こうたら。なんか出たりして。した？なんか出た。いや、わかんない。今のとこ出てないけど。まあ。虫がいっぱいいるね。何もなかったんじゃないかな、燃えちゃってね、多分。まあ静かなとこですよね、山の中で。雲の巣がすごいね。この辺だけね、あの、まあ綺麗です。整備されてんだけど、神宮城ね、あっちは何もないんですけどね。今のとこがまあみたいな感じかな、まあ、ここにお寺が作っちゃってね。お寺というか神社か、まあ、ここが頂上ってことだね。うん、もうこの後もどっか行く予定だけど、放送できるかわかんない。僕はちょっと、もうバッテリーがないんだよね、スマホの。うまく充電されなくて、一回電源落として冷やさないといけない。そうしないとね、充電、お、音鳴ってるよ、パチ。充電できないんで、ちょっとムータンさんにやってもらおうかな。やるとしたら。ね、やっと行きました。なんだ、なんかあった。何もない。あの、ボタン押したんだよね、なんか触れちゃったんだよね。どうして ついてくんの、はい、どうしてついてくんの、宇田さん。いや、追いついたね。嘘、怖いんでしょ。いや、怖いんでしょ。いてて、あ、いてて、腰が電磁波してます。山梨のどこ、韮崎かな。まあな、ちょっとどっちかというと長野寄りの方かな。甲府のちょっと先だね。こんな感じです。この階段やばいよね。神父城、そう、神父城ね、怖いんだね、皆さんね。じゃあちょっと降りていきます、ゆっくりと。あ、紐がほどけた。いてて、あ、いてて、腰が、あ、いたてた、腰痛い。そこで出ない、どこも出ないんだけどね、気温はね。そう、出ないんですけどね、雰囲気はすごいありますよね、気温はね。
映像に映るってことはめったにないからね。雰囲気がすごいですよね。ちょっと足場が悪いんでね。この石田に一応ね、武士の霊が出たという噂がありますけどね。これ昔の石田なのかな。昔なのかな。あ、さっきの僕がお金入れたんです。お賽銭入れたんです。非常にね。あ、ビクさんいた。今頃いた。が寄ってくる。いいねでしょ。ガガネいたんだ。階段がすげえんだよこれ。ん？夜勤なの今日。休憩なの。体調が気になったのね。頑張ってください。オーブある結構やばいんじゃない。雰囲気悪いよすごい。周りだって山だからね。ゆっくりと降りてきます。ありとね、どうもね。で、腰がちょっと悪いから、今日。結構腰に来るんです。で、ゆっくりと行ってます。あ、僕もね、バッテリーがね、あとやばいんですよ。だからちょっと一回落とさないとね、落としてね、再起動しないとパソコンじゃないで、スマホ、充電してくれないんでね、うまく。乗ってくれないんで。熱暴走しちゃってて。なんでちょっと休憩入っちゃうかもしれない。気をつけてね。はいはい。もうすぐゴールだから。まあ油断はしないけどね。足だけゆっくりと足場を気をつけて行ってます。ねえ、もうすぐゴールだからな。気をつけて。周りはいません。こんな感じ。上にいますけどね。こんな感じ。こんなのこけたら死んじゃいよ、下手すると。打ちどころにはね。やっとね、兄や。結構きつい階段を乗り越えてきました。最後の一段の階段だね。はい、ちょっと写真撮っておきますか。そうだね、はい、結構車通るね、ここね。暗いところ。賊か？あいつは。車で、そこか。K だったぞ今。はい、危ない危ない。
危ねえ、今危なかった。足取られた今。危ねえ、転ぶとこだった今。引っ張られた今、足、左足引っ張られた。なんか危なかった。いるな、ここ。なんかいるな。足が疲れてんのかな。いや疲れたね今、足やられたよ。うん、危なかった今、いきなり足乗んなかったもん。はい、じゃあ新婦上りでした皆さん、お疲れ様でした。